酒館学院修習期限定講座パッケージの授業講師の酒館です。今回紹介するのは1995年にコンパイルがゲームギア向けに発売した魔導物語 A ドキドキバケーションです。はい、でこんな感じで、でこうですかね。でこうでこう、こっち見てたっけ。で、まあ、裏面がこんな感じになっています。はい、で表面から見ていくと魔導物語 A ドキドキバケーションというロゴがあって、で、まあ、ゲームギアのね、後期タイプのゲームギアのデザインで、ゲームギア一人用ロープレイメモリーバックアップで、ここはコンパイルのロゴ。魔導物語っていうのはゲームギアでは魔導物語1、2、3って出てて、で A が出てるんですけども、1、2、3はセガエンタープライズからの発売なんですよ。なんでコンパイルとして出してる魔導物語っていうのの、まあ、1作目だから多分 A って付けたんでしょうね。で絵柄的に見るとなんとなくあるだよねこの子、でもなんか随分幼くないって感じで、でなんかこのドキドキバケーションのバケーションがひらがなのところから見て、もしかしてこれってなんか幼稚園生とかそういう設定なのかなとか、あとこの背景がなんかちょっとなんだろう、クレヨンか、まあ色鉛筆かわかんないけど、そういうもので描いてるなんか絵日記風のなんかね絵柄になってるんで、やっぱりこの子自体がまあ幼い感じの作りなのかなってこう想像させるようなデザインになっています。で、まあ、裏を見ると、まあ、画面写真が2個あって、なんとなくこう、色鉛筆画みたいなこうマップがあって、キャラが何人かいるんですけど、テキスト情報が連れてってってしかないわけですよ。不思議ですね。ちなみに、まあ、この時 の、 あのコンパイルの作品では大体あったと思うんですけど、ここにアクトアゲインストイーズのマークが、ね、ありますね。なんだろうなね、判断つかないよね。こっち見てて幼稚園っぽいかなと思ったら連れてってしかないっていうね。これもしかして連れてってっていうのはお店にあるこのソフトをあの買ってくださいよっていうアピールの連れてってなのかなっていうふうに考えるとかなり好意的に思ってます。以上、酒館でした。